はい、どうも、こんにちは。今回もですね、実際の電気自動車を使用して、いろんなね、検証を行っていくという企画になりますが、はい、今回ですね、使用する電気自動車はですね、はい、前回、前々回に引き続いてですね、これですね、特にですね、テスラモデル X ですね、フラグシップ SUV のモデル X ということになります。はい、それではですね、一体本日どういう検証を行うのかっていうとですね、はい、電気自動車において極めて重要な充電です。充電、特に急速充電ですね。テスラ車っていうのは特に、独自の急速充電ネットワークであるスーパーチャージャーも形成しています。なので、そのスーパーチャージャーで充電をしたらね、果たして、まあ、充電残量 10% から 80% ぐらいまで充電するのに、一体何分時間がかかってしまうのかと。で、それは、そのモデル X 単体じゃなくて、じゃあ競合の電気自動車と比較して、どれだけ充電に時間がかかるのかとか。で、さらに、まあ、モデル3とかね、最新のプラットフォームを使用した、モデル S と X はですね、まあ、旧型のプラットフォームを使用してるんですよ。で、その後発に出てきたモデル3と Y っていうのは、まあ、最新のプラットフォームで、バッテリーも違うんですね。なんで、充電性能のこのカーブっていうのは、どれだけ、どういうような挙動を示すのかと。そういうところもね、比較していくというところになります。で、今回使用する電気自動車はですね、はい。このですね、見えますかね、モデル X、これ 100D って書いてあるんですよ。で、この車は、まあ、2017年式のモデルということになりますが、はい、ここですね、オドメーター、はい、これ7万5000キロと、相当、これ走行しちゃっているわけですよ。まあ、なのでですね、今回の、この、充電性のテストっていうのはですね、実は、まあ、バッテリーが新品状態ではないという点は、1点これ押さえなければならないんですよね。基本的にこれ電気自動車っていうのは、バッテリーの、やっぱ劣化が進めば進むほどですね、航続距離、要するに使用可能なバッテリー容量が減っちゃう。まあ、具体的に言えばステートオブヘルスですね。健康状態が悪化していることによって、その使用できるバッテリー容量が減っちゃうから、航続距離が減っちゃうと。それだけかと皆さん思われがちなんだけども、実は、経年劣化っていうのは、実は充電性能のカーブにも影響しちゃうわけですよ。まあなんで、新品時と比較しても、やっぱ充電性能ちょっと落ちるよねっていうのは、これは一般的に言われていることなんですよ。まあ、ということを含めると、果たして今回の、まあ2017年式、つまり5年落ちのテスラモデル X、しかもプラットフォームは、まあ、今の最新のプラットフォームよりも古い、一世代前のプラットフーム。で、しかも7万キロ走行していることによって、7万5千キロ走行していることによって、ちょっと充電性能も、まあ、ベストな状態ではなさそうだと。いうところからですね。これで果たして、はい、このですね、5年落ちのテスラモデル X で、一体ね、充電性能がどれだけをね、今達成できてるのかというところは、特にね、現在、こう、中古のテスラを購入を検討されている方なんかはね、いや、実際にどんだけね、スペック落ちちゃってるのかっていうところを判断する上でね、今回の充電性のテストっていうのは、ちょっとね、注目、してもね、いいんじゃないかと思います。はい、それではですね、もう前置きはね、ここら辺にしてですね、もう早速ですね、充電性能のね、テスト、これ行っていきたいと思いますが、はい、今回ですね、はい、今画面上に示されている、まあ、4つのね、充電、性能っていうのを比較していきたいと思いますが、特に今回注目するべきは下2つです。下2つ。はい、モデル X ですね。今回の該当車両ということになりますが、はい、そのね、モデル X でも今回2種類用意してます。で、1種類目ですね。これ左側は、バージョン3スーパーチャージャーですね。V3 と。これは、まあ、最大 250kW っていう充電速度を共有できますと。で、他方ですね、これ右側に記載してるのはバージョン2です。まあ、なんで、ここは、だいたい100、まあ、20-30kW という充電出力を許容できることになりますので、まあ、果たして、このモデル X でね、バージョン2とバージョン3で充電したときに、どれだけのね、こう、充電性能に、こう、差が出てくるのかというところ。だから、80% まで充電するのに、どれだけね、時間が変わってくるのかというところ。もう、ちょっとね、まず、この、下2つに特に注目してほしいということになります。で、上2つに関してはもう比較ですね。特に、まあ、モデル3、そして、あとはね、トヨタの BZ4X と、この2つね、チョイスしましたけども、いずれにしてもですね、これも何度も何度もね、ちょっと前置きをね、これさせていただかないと、クソリプが増えるので、前置きをね、させていただくと、モデル3も BZ4X も、車格が違います。で、特に今回はバッテリー容量が全然違いますよね。55kWh、65.5kWh、対してモデル X 93.4kWh。なんで、こう、充電の出力を維持する能力だったりとか、あとは充電のパーセンテージが増えていくスピードとか全然違いますから、これ全然比較にならない。比較にならないんだけれども、詳しい方なんかはね、比較して見たいっていう方も多くいらっしゃると思いますので、まあ、普通の方はね、
ガンガン、再生しちゃうので、下二つをですね、今回モデル X を中心に見ていただくと。で、まぁ、ちょっとね、余裕のある人はですね、モデル3とか BZ4X と比べて、どういうね、充電性能に違いが出るのかっていうところもね、見ていただければいいと思います。はい。で、さらにですね、ちなみにですが、このね、6つぐらいね、数値が出てますけども、左上ですね、左上が SOC、ステートオブチャージですね、充電残量。で、そのすぐ右に行っていただくと、バッテリーパワーと。まあ、つまりこれが充電出力と。だから何キロワットで充電されているかっていう数値になります。で、あともう一個が、そのすぐ下ですね、バッテリーパワーのすぐ下。これがセルテンペラチャーアベレージ、セルテンペラチャーミッド。つまり、バッテリー温度の、まあ、こう、中央値と。いうことになりますので、このね、バッテリー温度っていう点もね、ちょっとまあ、こう、気を使って見てみると、特にモデル X に関しては、一体どういうようなね、温度調整をかけてるのかと。どんぐらいまで温度を温めて、どんぐらいでこう、冷やしにかかってるかみたいなところもね、ちょっと余裕のある人は、いろんなね、こう、ところ、こういう複合的なね、視点からですね、こう、充電性能を見ていただくとですね、まあ、面白いかなと思います。はい、じゃあそんな感じでですね、実際に、充電性能を比較していきたいと思いますが、準備はよろしいでしょうか。それでは、充電残量 10% からですね。よーい。スタート。はい。充電がね、スタートしましたけども、はい。特にですね、バージョン3スーパーチャージに関しては、最初一瞬だけ 150kW っていう数値が出ましたけども、残念ながら今もうですね、すでにもう 100kW と、その程度まで下がっちゃってるんですよ。で、その一方でですね、すぐ右側のバージョン2スーパーチャージに関しては、未だに 124kW っていう充電速度を許容できていると。はいはいはい。特にですね、V3 スーパーチャージに関してはもう 100kW っていう数値にまで落ち込んでしまっているということなので、現状ではですね、若干バージョン2の方が充電スピードが有利だということになります。その一方でですね、これバッテリー温度を比較してみると、なぜかですね、バージョン3の方が高いっていう数値になってますね。バージョン2に関しては、なんとかね、44度付近でキープしてると。まあ、冷却を相当高めてるということになります。はい。でですね、今ですね、もう充電残量お互いはい 40% 超えてますけども、特にね、バージョン2が若干一歩リードしていると。はい、その一方でですね、今バージョン3スーパーチャージャー、はい、未だにね、92kW と 90kW で充電性能を許容できていると。その一方で、同じようなですね、バージョン2スーパーチャージャーに関してはですね、82kW と、ちょっと、最初はバージョン2スーパーチャージャーがリードしていたのに、今はですね、逆にバージョン3が若干盛り返していると。まあ、なので、充電残量に関してもですね、結構近い数値にね、はい、迫ってきていると。その一方でですね、はい、上はですね、もう、モデル3はですね、充電残量 86% と。もうですね、余裕を持っても、走行をね、リスタートすることができるということになりますが、いずれにしてもですね、はい、現在見てください。充電残量 60% になった段階でですね、なんとバージョン3スーパーチャージャーの方がまだね 75kW ぐらいの充電速度を許容できていると。その一方でバージョン2スーパーチャージャーに関してはすでに 60kW と。最初はバージョン2の方が早かったのに、今はバージョン3の方が早い。そしてですね、今ようやく充電残量 68%、 もうほとんどね同列に並んだということになります。はい。なのでですね。はい。しかもですね、これバッテリーの温度見ていただければですね、未だにバージョン3は45度っていう高い温度なのに、バージョン2は 38.6 度なんですよ。なので、おそらくバッテリーの温度を結構冷やしにかかってると、バージョン2の場合は。その一方でバージョン3の方はですね、バッテリーの温度をある程度こう引き上げている状態で充電できているので、まあ、こう冷却にこう電力を必要としていないのか、まあもしくは、こう、バッテリーの温度を、まあ、引き上げてることによって、より高い充電出力を許容できてるのか。ちょっとどっちかわからないですけど、いずれにしても、はい、なんとですね、これバージョン3の方がですね、充電残量 80% まで充電するのにかかった時間がですね、結局短かったと。最初はバージョン2の方が高い出力を維持できていたのにもかかわらずですね、なんとバージョン3の方がですね、最終的なゴールって意味ではですね、まあ、充電残量 80% っていうゴールっていう、意味ではですね、なんとバージョン3の方が後から巻き返して最終的にまあ早く充電が終わったと。はい、ということでですね、充電性能テストのね結果をちょっと見ていただいたと思いますが、はい、ちょっとねこういろんな意味でめちゃめちゃちょっと興味深いというか、なんかこうまあ悪く言えばですね、なんか安定してるように見えないような充電出力の挙動がこう示されているというところは、まあ、いろんな意味で興味深いということになりますが、いずれにしてもですね、とりあえず今回の充電性のテストっていうのを、はい、改めてね、まとめていきたいと思います。はい、ということでですね、今回ですね、テスラモデル X100D 2017年式のですね、はい、充電性能、結論としてはですね、充電残量 10% から 80% まで充電するのにかかった時間、ズバリ47分と、いうことになります。その一方でですね、はい、このですね、
よりね、早く充電が完了したバージョン3スーパーチャージャー。これは 250kW という充電速度を許容できるはずなんですが、はい、今回のね、モデル X に関してはですね、残念ですが、まあ、充電残量 12% ぐらいの段階で、最大充電速度 151kW っていう数値を、まあ、出したところからですね、一気に充電速度が低下していったということになります。まあ、なのでですね、これ、モデル X に関しては、まあ、250kW 級の急速充電器を使用しても、まあ、150kW 程度が、まあ、限界だと、許容できる限界だと。まあ、いうことっていうのがまず一つね、これお分かりいただけたと思います。はい。で、それではですね、これ、航続距離テスト、あのね、このチャンネルでは、前々回のね、あの動画で、検証しましたけども、まあ、外気温がね、平均25度程度の状態でですね、航続距離テストを行ったところですね、まあ、この車、393キロと、特にですね、この車22インチっていうね、あの、でかいタイヤ履いてますから、標準の20インチとね、比較しても、若干ね、電費性能は落ちると、まあ、いうことになりますが、まあ、393キロっていうね、航続距離のテスト結果出てます。じゃあ、このですね、航続距離テストのね、数値を、ね、元にしてですね、仮にこの車をですね、30分間充電させると、そうすると大体どんぐらいの、こう、航続距離を回復することができるのかと。まあ、だからその電気の量を航続距離にね、変換してみると。そうするとですね、はい、この下のですね、176キロと、まあ、いう数値になります。つまり30分充電をすると、まあ、平均して大体176キロ分ぐらいの航続距離を回復することができると。じゃあそれではですね、このモデル X の充電性能が、じゃあどれだけこう、優れているのか、もしくは劣ってしまっているのかっていうのをですね、この右側のね、いろんな競合車種をですね、一気に、貼っつけておきましたので、暇な方はですね、ここでスクショしていただいて、後でね、見返していただくなり、なんかね、共有するなり、なんでもいいので、はい、やっていただければいいと思いますが、はい、特にですね、すぐ右側の、はい、テスラ車ですね、モデル3、はい、スタンダードレンジプラスと、これは私が所有しているですね、2021年製のモデル3スタンダードレンジプラスと、はい、充電ね、80% まで充電するのに22分という充電時間になってます。まあ、ただしですね、これ充電残量に関してはですね、これバッテリー容量が、55kWh と 93kWh なんで、全然違いますから、ここの充電時間に関しては別に、とやかくね、言う必要はないと。いうことになります。一方でですね、一方で、すぐ下の最大充電、まあ出力と。だからどれだけの充電出力を許容できているかっていう数値で言うとですね、なんと、モデル3の方が、まあ 167kW っていう数値、まあ許容できていると。だからこれつまりどういうことかっていうと、バッテリー容量が多いにもかかわらず、モデル X の方が、まあ充電の許容出力っていう意味では、劣っていると。基本的にバッテリー容量が大きければ大きいほど、それだけより高い充電出力を許容できるはずなんですね、一般的には。だけれども、やっぱそうではない。これは、間違いなく、このモデル3に採用されているプラットフォームがですね、これバッテリーの種類も変更されています。とにかく、まあ最新型のプラットフォームを採用しているモデル3が、やっぱりモデル X の充電性能を圧倒していると。まあそういうようなね、これが結果が示されていると思います。まあよってですね、これ、まあ30分の充電で、まあ回復できる航続距離っていうね、比較していくとですね、まあモデル X 176キロと、ですが、このね、まあモデル3に関しては、まあ294キロ分。しかもこれは30分じゃなくて22分間の充電で294キロ分を回復できると。まあこれいずれにしても何が言いたいかって言えばですね、まあ充電性能も運転の差だけど、まあそれ以上に、もう、その30分とか、まあ、充電で実際に回復できる航続距離に直してみると、さらにその差が広がると。とにかくこの電気照射の質。とにかく充電をすぐに終わらせたい。そして、なるべく短い時間で長い距離走りたいっていう、まあ、そういうような、まあ、点をね、こう重要視する方なんかは、やっぱり特にモデル X、特にこの2017年製っていうちょっとね、こう一世代前、まあ結構充電性能は悪いかなという、まあ感じになりますかね。で、実際にですね、特にこの テスラ社以外のですね、まあ今回ね、BZ4X の充電性能も貼っ付けましたけども、ね、ボルボとかアリアとかね、アイオニック5とか、そこら辺とね、比較してもですね、やっぱ30分で回復できる航続距離で言うとですね、やっぱりこれは BZ4X とかアリアとか、アイオニック5の方が、より充電出力を許容できる。そして、その分だけ、よりですね、回復できる航続距離っていうのは、実は、モデル X より多いんですよね。だからそういう意味で言うと、まあ充電に時間がかかる上にですね、まあ結構、その充電した分だけ、まあ回復できる量も、まあ大したことはないと。
まあ、いうことになります。繰り返しになりますけど、まあ、これね、車格が全然違います。なので、別にね、モデル X とね、じゃあ、例えばなんか、アイオニック5とかアリア比較して、アリアとかアイオニック5の方が優れているんだっていう結論付けるね、ことは別にできませんし、する必要もないということにはなります。まあ、その一方でですね、これ特にですね、充電性能のね、数値、ずっとね、見ていった方お分かりかと思いますけど、これ、まずね、不思議な点がまあ、何点かあるんですよ。で、まず1点目ですよ。充電残量 10% から充電をスタートさせているにもかかわらずですね、バッテリーの温度が違うことに気づきましたか？皆さん。これどういうことなのかっていうとですね、実はですね、これ、まあこのモデル X ですね、まあ3日間とか4日間近く乗ってるんですけど、で、スーパーチャージャーでね、もうあらゆるスーパーチャージャーで結構充電をしました。もう3000キロぐらい走ってますけど、これね、なんとですね、一度もですね、バッテリーのプレコンディショニングが働かなかったんですよ。で、これは、今までいろんなテスラ車乗ってますけど、まあ、ありえなかったことなんですよね。で、当然ながら、バッテリーのプレコンディショニングがいつもかかる状態なはずなので、これはそんなんだ、なんかバグとかでは一切ない。これはもう要するに車両側が、あえてプレコンディショニングを働かせてなかったっていうことになると思います。で、その理由は何なのかっていうとですね、その高速走行が終わった後ですね、バッテリーの温度がだいたい40度から45度ぐらいを示しているんですよ。つまりこの数値ってのは、まあ、だいたい人肌の温度とか、いうところで、まあ、スーパーチャージャーをするにはベストコンディションの温度にもうなっちゃってるんですよ。でも他方でですね、これ僕の所有しているモデル3なんか典型ですけど、モデル3でじゃあ高速走行してスーパーチャージャーに到着しました。目的地にスーパーチャージャーをセッティングしておけばバッテリーのプレコンディショニングが働いて、だいたいスタンダードレンジプラスだったら40度ぐらい。ロングレンジバージョンとかになればね、だいたいまあ60度までいかないけど、まあ50度とか55度ぐらいまでプレコンディショニングをしてくれると。プレコンディショニングを働かせなければですね、結局高速走行してもですね、大して温度上がんないんですよ。大して温度上がらない。だいたい30度前半ぐらいで落ち着いちゃうんですよ。なので結局、スーパーチャージャーの最大の充電性能を活かせないんですよ。だからプレコンディショニングをしろってのはそういうことなんだけれども、今回のモデル X に関しては、そもそもプレコンディショニングが働かないし、高速走行した後に、多分、そういう適温状態まで行っちゃってるので、多分車両側もプレコンを働かせなかったんですよ。だからこれは何を示しているかっていうと、モデル3とか、まあ、モデル Y もプラットフォーム一緒なんですけど、多分3と Y に関しては、走行中、特に高速走行をすればもちろんバッテリー濃度上がっていくわけですけども、おそらく、車両側のその、こうバッテリーの冷却の、こうアルゴリズム上ですね、結構高速走行中でも定期的に温度を調整して、で、特にこう温度を下げるんですよ。多分そういう挙動が多分働いてると、まあ推測可能なんですよ。一方でモデル X に関しては、高速走行中はそんなにバッテリーの温度をこうアクティブに強烈に冷却をしてるかっつうと多分そういうような挙動ではない。まあ、おそらくある敷地があって多分45度ぐらいだと僕は思いますけど、まあ、45度以上になるのを避けるために冷却をする。高速走行中に。だけれども、基本的には、まあ、その30度台でキープするとかっていうことをせずに、まあ、だいたい40度付近をめがけて、温度が上がっちゃうのを許容してるんじゃないかっていうような、挙動っぽいんですよ。だから、結局、プレコンディショニングを働かしてないので、結局、充電直前のバッテリー温度っていうのは安定してないんですよ。これ、両方ともですね、高速走行が終わってすぐ充電を開始してる、様子になりますから、やっぱり、バッテリーの温度が、その条件によって変わってくるんですよ。だから、果たして、この実験結果が、毎回一緒の充電結果になるのかっつと、ちょっと怪しいんですよね。だから、プレコンディショニング働いてないから。でも、おそらくこれは、ちょっとね、モデル X、乗られてる方、まあ、モデル S もいいですけど、モデル SX 乗られてる方はね、ちょっとこのプレコンディショニングが、高速走行中、に働いているのか、で、逆に働いているんだったら、どういう時に働いているのか、ちょっとね、ここは情報共有、ぜひね、していただければ助かります。だから僕の見立てでは、おそらく、モデル S と X に関しては、ある程度高速走行時におけるバッテリーの温度上昇っていうのを多分許容するようなアルゴリズムを採用していることによって、だいたいその40から45度
で、こう、キープするような挙動だと。だから、別にプレコンディショニングを働かせる必要もないと。多分そういうような、多分 S と X は、多分ね、そういうバッテリーマネジメントの仕方なんじゃないかな、と思います。で、今のがこれ1点目なんですけども、まあ2点目ですよね。2点目でやっぱり気になるのは、結局バージョン3に関しては、まあ最初43度ぐらいからスタートしているので、もうね、一気に、バッテリーの温度が46度、7度上がっちゃった。だからその分だけ充電出力を絞ってるんですよ。もうこれ明らかですよね。で、これなぜならですね、これバージョン2に関してもですね、だいたいこれ44度とか44度ぐらいまで上がってからですね、一気に充電出力を絞り始めてるんですよ。だからだいたい多分モデル XS に関しては、多分44度っていうのが一つのこう、敷地。ここを超えるとバッテリーの温度をこう下げる冷却にガンガン力を入れるので、その分だけ充電出力を絞ったり、冷却にこう、パワーが取られちゃうと。だから充電出力が、まあ結果的にね、まあ絞られるっていうことになると思いますけども、これ逆にですね、バージョン3に関しては、まあだから47、8度ぐらいまで上がってるんですけど、これね、そんなに絞られてないんですよ。だからバージョン2は、だいたい44度ぐらいになってから、ぐーっと絞り始めて温度を下げると。で、温度が下がっていく分、充電出力もどん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 下がっていくと。だからこれは、至ってこうメイクセンスするわけですよ。だけど、なぜかバージョン3に関してはですね、最初充電出力が下がってにもかかわらずですね、バッテリーの温度が高い状態からですね、なぜか充電出力がもう一回ね、こう挽回するんですよね。挽回して、だいたいまあ、こう100キロ近く、100キロワットぐらいをちょっとキープして、徐々に下がっていくと。で、だからその下がる、スピードっていうのがバージョン2より遅いので結局ね途中充電残量 70% 付近で逆転するんですよ。だからここもねなんか不思議だなというか、まあ不思議というかちょっとねやっぱねバージョン3のそのベストプラクティスというかそのベストな充電カーブを多分モデル X は示してないんだろうなと。基本的にモデル X ってのはこれ2017年のプラットフォームですけど、バージョン3スーパーチャージャーができたのって2019年以降なんですよ。だからおそらくですけど、多分やっぱりこのモデル X に関しては、やっぱりこのバージョン3のベストな充電性能のその挙動っていうのに、多分やっぱ対応してないんでしょうね。だから、多分バッテリー温度によって、こう、充電のその制御っていうのをその車両を個々でやってると。今回はこういう風に盛り返したけど、最初の温度によってはもしかしたら盛り返さずに、こうなだらかにこう充電の出力を絞っていくっていう車両もしかしたらあると思いますし、逆にもっと許容できる場合もあるかもしれないです。だからいずれにしても、ちょっとこう安定してないなっていうようなこう挙動が確認できるという風に思いますね。この充電の性能の比較を見る限り。はい。あともう一点ですね。皆さんもね、ちょっと気になってる方もね、いらっしゃると思いますが、テスラのね、スーパーチャージャーに関してはですね、リアルタイムにですね、充電の料金っていうのが表示されますので、じゃあ果たしてね、これ、モデル X って、まあ大体充電残量、まあ 100% まで充電する人はいないと思いますけども、まあ、ご自身のね、状況によって 70% で切り上げる人とか 90% で切り上げる人とかね、大体ね、これ充電料金がどんぐらいかかるのかっていうところをね、見ていただきたいと思いますが、こちらの表ですね、大体充電残量、これね、厳密に 10% ジャストからスタートしていません。大体 8% ぐらいからスタートしているので、厳密に言うと、これ 10% からスタートではなくても 8% ぐらいからスタート。まあ、ちょっとね、こう、アバウトではあるんですが、まあ、大体の目安になると思います。これ見ていただくとですね、今回のモデル X に関しては、まあ、緑のラインですね。緑のライン見ていただくとですね、だいたい充電残量 80% まで充電するのにですね、まあ、1797円と。まあ、2000円はかかんないけど、まあ、1800円ぐらいかかるよねっていうところですね。他方でですね、これモデル 3RWD と、これ2022年製の最新のね、モデルになりますけども、これを充電、80% まで充電するのにですね、まあ、1032円なんですよ。もちろんこれバッテリーの容量が違うので、単純に比較はできないだろうとおっしゃる方いると思うんですけども、これモデル3に関してはですね、これ航続距離ベースで言うと、モデル X より全然走るんですよ。モデル X は400キロ走らないですけど、モデル3の RWD は460キロ走りますから、つまり何が言いたいかというと、充電できている量はモデル3のが、まあ、少ないけど、その分だけ航続距離走るし、まあ、充電の料金も、まあ、半分近く節約することができていると。で、しかも、航続距離も長く走行することができると。
まあ、なので、車格はもちろん全然違いますけども、やっぱりモデル3よりも、まあ、おそらく倍以上ですね。倍以上、まあ、電気にお金をかかると。まあ、そういうようなイメージをしていただければいいと思います。まあ、ただしですね、これモデル X に関してはですね、もう 2.5 トンのフルサイズ SUV なんで、この車格の、電気自動車じゃなくて、まずガソリン車ですよ。これガソリン車と比較していただければですね、もう廃屋確定ですし、おそらく1回どんぐらいですか ?2 万は取られないと思いますけど、多分1万5千円コースとか多分行くと思うんですよ。で、大体車格の車ってまあ、大体走行しても、まあ、500キロとか700キロとか、多分その程度がいいところなんで、まあ、ね、それで 90% ぐらいまでこのモデル X 充電して2000円でしょ?で、大体まあ2回分の充電、ぐらいが、だいたいこう、ね、同セグメントのガソリン車、まあその廃屋車ってことになりますから、まあね、だいたいこう4、5千円ぐらいで、まあ、競合の、まあ内燃機関車の、まあ料金、燃料代と匹敵すると考えると、まあ4、5千円でしょ?モデル X は。で、その一方で、ね、廃屋車になれば、だいたい1万、1万5千円ぐらいはもう軽々いきますから、まあそういう意味で言うと、いやー、テスラというか、モデル X というか、やっぱ電気自動車、電気安すぎでしょっていう。だから、確かにモデル3と比較すれば、こういうような数値になりますけど、これガソリン車と比較したら、もう逆に、もうモデル X 充電代安すぎ問題っていうのも、ちょっとね、これで明らかになったのかなと思います。はい。いずれにしてもですね、このようにして、まあ今回ね、テスラモデル X、5年落ちのね、モデル X で、しかも走行距離7万5000キロという車両を、まあ比較してきた、特にね、充電性能を比較してきたわけですけども、やっぱりね、こうやって見ると、まあちょっとやっぱ充電性能低いなっていうところ、そして、特にこのバージョン2とバージョン3で、なんか充電性能のこのグラフに、なんかね、こう奇妙な、こう充電カーブを示していると。だから、これはもう、結論ね、僕の推測の結論ですけど、おそらく、バージョン2にはある程度最適の充電カーブを示しているけど、バージョン3に関しては、最適ってよりかは、おそらく、その直前のバッテリー温度とかによって、もう結構その車両、個々人でこう、充電出力をこう、絞ったり上げたり、そういうような、多分挙動になっているので、おそらくこれは安定した充電性能ではない気がします。おそらく挙動としては、多分最初バッテリー温度が高くなっちゃったので、冷却しようっていう風にして車両がぐーっと冷却に力入れるし、充電出力も危ないからどんどん絞ろうってなったと。で、しかしながら温度がまあある程度落ち着いてきたので、あ、もう一回上げられるぞっていう感じで、100キロワットぐらいをキープするような挙動を示しながら、でもやっぱり温度が高いまま、こうちょっとずつこう充電出力を絞るということになるので、最初ちょっとバッテリーがまあオーバーヒート気味になったので冷却を強めましたと。強めたんだけども、その分、バッテリー温度が高いので、より高い充電出力を、許容できんなって、後から判断して、100キロワットぐらいをこううまくキープすることができて、そっからなだらかに落ちてったので、先にバージョン2の場合はもう冷却ガーッとかけて、40度以下まで抑えちゃうんですよね。そうすると多分許容できるスピードも落ちちゃうので、結果トータルで 80% ぐらいを見ると、まさかのね、バージョン3の方が早いっていう、まあ結論になりましたので、まあちょっとこれはね、僕の推測、に過ぎませんので、モデル X はもう長年運用されてる方とかね、ぜひ、特に、バッテリーのプレコンディショニングが働いたことがあるっていう方は、一体どういう時にプレコンが働いたのか。だから、冬場とかね、冬場にやっぱり温度が足りないので、車両側が温め始めるとか、そういうのとかだったらわかるんですけども、まあ、こう、特に夏場とかで高速走行した後にすぐ充電をかけた時でも、あと、私の場合はプレコン働いてたよとかっていう場合は、一体それどういう状況なのかっていうのはちょっとね、ぜひ知りたいなと。ちなみにこれは、旧式のプラットフォームなんで、例えば、2019年製以降のレイブン、プラットは持ってる方はまだ誰もいないと思いますけども、レイブンに関してはプレコン働くよとか、レイブンは200キロとか、
200キロワットとか許容できるんで、プラットフォームが違うんですよ。バッテリーマネジメントの仕方が違うので、一概に比較はできませんけども、ね、レイブンの方もいいです。含めてですね、自分の場合はどうだったとかっていうのをね、ちょっとコメントを、寄せていただけるとですね、これはこの中古のね、モデル X 購入検討される方、参考になると思いますし、はい。いずれにしてもですね、この旧式のモデル X はこういうような充電性能、そして、充電料金こんぐらいかかるよってところがね、あと競合車種と比較して、どんだけ充電ね、同じ時間充電して、こう、回復できる航続距離が違うのかってところもね、これでお分かりいただけたと思います。いずれにしてもですね、繰り返しになりますけど、この車両っていうのはですね、もうオーナーの方がですね、本当はね、ご好意でこれ貸して、くれた車両になります。のでですね、メーカーからね、車を借りるっていう、気は、妄想ございませんので、ですね、もしこういう車検証してほしいとか、こいつのね、やってることに、行って、別にね、全賛同する必要はないけども、行って賛同に値するし、ね、なんか情報もね、結構こう、忖度なくね、面白い情報を提供してくれると、思ってくれた方はですね、ぜひ、いろんなね、こう、車両、どんどん実験していきたいと思いますので、例えば今回で言ったらね、いやと、旧式はこの性能だけど、いや、今のレイブンはね、もっと性能高いぞと、みんなで知ってほしいと、レイブンはもっと進化してるぞっていう方はぜひね、レイブンのモデル X、モデル S も一緒なんで、別にモデル S でも X でも何でもいいんですけど、ぜひね、こう、協力していただけると非常にありがたいかなと思います。はい。そんな感じでですね。こう、充電性能、はい、比較していきました。次回はですね、果たして、はい、もっとね、テスラの闇にね、迫っていきたいと思いますけども、果たして7万5000キロ5年落ちのモデル X、バッテリーってどんぐらい劣化してんのっていうところ。これがですね、見れちゃうんですよ。アプリ上で。こと細かに。そしてしかもですね、一体この車7万5千キロ走行して、前のオーナーの方とかも含めてですね、この車、急速充電何回してたのとか、急速充電でどんぐらい充電してたのとか、逆に普通充電主体の人だったのかとか、全部わかっちゃうんですよ。つまり、そういうような今までの充電の仕方によってバッテリーの劣化がどんぐらい進行してるのか、それともあんまり進行してないのか、テスラのバッテリーマネジメントは優秀なのか、そしてテスラの中古車って本当に買っていいのか、っていうのを、最後ね、はい、このバッテリー劣化っていうですね、テスラの闇に迫っていきたいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。